チャンネルでございます。今日のねお話はね、僕伊藤舞子ってねすごい好きだったんですよね。伊藤舞子ってわかりますかね。伊藤舞子ちゃんっていうね、可愛いね、不良少女と呼ばれてるかな、高校生夫婦とかね、そういうドラマがあったと思うんですけどね。その中でね一番ねこの間ね実は金田正一さんっていうね400勝投手が亡くなられたんですけども、でそのね金田さんがねの息子さん金田健一さんっていうね俳優さんなんですよね。結構こうかっこいい可愛らしい顔したまあ、今でもね活躍されてるんですけど、ね、実は金田健一さんで、その人と伊藤舞子ちゃん、それからねもう一人ね阿部寛っていう役で出てたんですけども、まあもう一人の若い俳優さん、まあ、今でも出てるみたいですけども、まあその実はまあその裏話言っちゃうと最初に、まあ、その3人目のそのね男の俳優さんの阿部寛役の人はお母さんが幼い美恵子さんってね有名な、作家さんかな、徳川家康とかね3年 B 組金八先生なんつうのね書いた人なんですけど、その人をお母さんに持つ、うん、その人がまあ俳優さんで、要はねその金田健一がね主役なんですけども、まあ、彼はまあその弁護士をね目指してね、まあ頑張ってるんですね。早稲田大学の大学生で、まあ、そこでこう地方から出てきた伊藤舞子ちゃん、まあ、短大生と出会って、まあすごくこう妹みたいなね付き合い方するんですけど、そのね何て言うかな、非常にこう金田健一真面目、クソ真面目なんですよね。でクソ真面目だからすごくねこうなんて言いますかね、伊藤舞子ちゃんのこと大事にするあまりね妹みたいにしちゃうわけ でね、伊藤舞子ちゃんとしてはねそれがねこう歯がゆいというかね物足りないんですね。その金田健一がこうまあ優しいんだけどねお兄さんみたいで、でその金田健一の弟分みたいなね一個後輩が出てくるんですよ。それがまあ東大生らしいけども、まあ、やっぱり司法試験、ね、目指して頑張っているその阿部寛っていう、まあ、彼とね、まあ、出会ってしまう。でそうするとまあその3人ね、まあ、弟の弟はまあ弟じゃないですか、まあ言ったらお兄さんね、お兄さんお兄さん妹みたいな感じの3人のね、まあ、楽しい生活が始まるんだけども、やっぱりそこはねその阿部寛君がやっぱりその惚れてしまうわけですね。で金田健一だってそのまあ主役です、惚れてんだけども、その司法試験に受かるまではもう絶対伊藤舞子ちゃんにね手を出さないというふうに誓ってる堅物男なんですよ。まあ、それがまあ伊藤舞子ちゃんにとっても理解できないんです。はっきりね言っちゃえばいいんですけどね、まあ、結婚するつもりあるんですよ彼は。だけどそのまあねそうやってやってるうちにねもうパッと手の早いっていうかね、まあ、真面目なんだけどもまあ情熱的なそのね、その弟分のね男に捕らえちゃう。でね、もうその狂ったようにね、もう罵るわけですね。もう嫉妬に、もう嫉妬の嵐、もう嵐ですよね。で、その弟分とのもう決裂、まあ、三角関係が壊れるわけですね。で、司法試験もね落ちてしまう。ね、悲しい話です。で、片やこのもう一人のね、その手を出した方がまあ受かってしまうわけですね。もともと東大行ってたと。っていうから頭が良かったのかもしれませんね彼よりは、金田健一君よりね。そしてまあ、その3人がねまあその仲良かったのがもうねもう本当にもうそのジエンドですよ。まあまあ、僕それ後からその、夏目漱石のね、あれそういう話がありましたよね。なんかね心でしたかね、なんかそれを思い出したんだけども、なんかねそれで、まあ、その主題歌もねこの今こうかかってますの、愛した分だけっていうね曲で、アホ踊りっていうね、まあ、このまた歌がいいんですよ、切ないんですよね。で普通のこの大映ドラマがね大映ドラマが作っているまあやつっていう結構ねこうすごいなんかこう伊藤和恵とかが出て、まあ、そう伊藤和恵もね実は出てたんですけど、松村なんて言ってたかね、バウバウじゃないですよ、松村って男前のお兄ちゃんと伊藤和も出てたんだけども、まあ、その人たちはあんまり関係ないし、僕もあんまり記憶ないんですよね。じゃなくてその3人のねその切ないなんて言いますかね、その青春というにはですねあまりにも
切ないドラマだなと思って、まあ、実はまあ私恥ずかしながらまあそれにちょっと似たような経験がね、まあ、学生時代あったというのはミソなんですけど、まあ、しかしその1回しか見てないドラマで、ね、まあ本当に再放送もないですから、まあ、あったらすごく見たいなと、 DVD とかあったら買っちゃうんじゃないかなと思うぐらい、見てみたい、今でも見てみたいドラマです、ね、もしまた見る機会があったらね、ぜひ皆様どうぞこのなんかね、現代版心というかね、まあまあ、今から考えればもう昭和でね、もう古臭い設定なんですよ。もうその中こう貧乏学生がね、まあ、集まって、まあ、3人でね楽しくやるっていう話なんです。でそこにまあやっぱりそのね、そこでやっぱりそのなんて言いますかね、自分の兄貴分の彼女をね取ってしまうというこの、まあ、過ちというかですね、なんていうか、まあ、誰が悪いんだろう、誰が一体、ね、救いはあったのかという話なんですけど、まあ、でも僕にとってはその非常にこう、思い出深い話だなと思いました。以上みっちゃんねるでございました。ご清聴ありがとうございました。